さあどうも皆さんこんにちは。今日は2022年の7月の26日の火曜日でございますね。天気はまあ晴れですね。それとまあ夕方から夜ぐらいにかけてからですね、雨が降ってくるということで、かなり湿度がね多い、こんな日でございます。蒸し暑くね、ちょっと非常に不快な感じがしておりますね。那須地方については、まあ、2両編成でね、これがいつまでオールミラーが続くのかっていうところがね、一つのねちょっとポイントになってくるんじゃないでしょうか。さっきはですね、ちょっと車力を撮影をしましたが、スマホのちょっとピントが全く合わずにですね、まあ、以前はこんなことなかったんですけど、なんかちょっとですね、不思議とちょっとピントが合わずにですね、なってしまいまして、ちょっとね、どれがどれかちょっとわかりませんけれども、まあ、こんな具合にね、85機がちょっと点在しているというのが分かっていただけるのかなという感じですね。この211のですね、窓越しに、まあ、大阪飛騨も見れるかなということと、あと飛騨7号もちょっと見れるかなと思ったんです。ちょっとね、なかなかそうはいかずという形でしたね。今日は飛騨3号の富山行き、こちらをね、撮影する時間帯に来れましたので、こちらからスタートという形ですね。7期後もね、どうでしょうかね、8月に入ってからまた増結があるんじゃないかなというふうにはちょっと考えてはおります。さあ今日はですね、特に飛騨号、南紀号とかそのあたり、増結なしでね、なっておりますので、ね、平日という形でございます。まあ飛騨この3号もですね、7両編成あるんですが、非常に乗車率少なくて低くてですね、まあ、ほとんどが席が埋まってないような状況でしたね。そんな感じですね。まあ平日ですからそんな感じなんでしょうかね。まあ、これが185に変わったときは、どういう編成で運行されるのかというところもね、また注目という形になるんじゃないでしょうかね。さあ最近ですね、やっぱり駅で85系をね、写真撮影されている方も結構多くなってきたかなという感じでちょっと見ております。ちょっとこの辺りね、組み替えがあった感じですね。はい、もうね、H85 がね、8月からまたね、増便になりますのでね、だんだんこのキア85系が少なくなってくるというような形でございます。311は G15 編成が止まっておりましたね。さあこの飛騨古川行きの飛騨5号ですね。はい、特にですね、今日も増結はなくというような形でございますね。組み替えも特になかったような感じだったと思いますので、はい、そんな形で4両編成という形ですね。またこれが岐阜駅で25号と連結してという形になります。これがまた大阪飛騨もね、185になるというような形でね、多分なりますのでね、それがいつになるかというところもね、また一つね、気になるところではあります。さあ続いて、南紀に、まあ、3号としておきました。今日はですね、なぜかというと、2号車の、ね、先頭が、ね、ヘッドライトがついているからという形でございますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、ご視聴ください。それではさようなら。